はいどうも翔平 TV です。本日は翔平が所属してますラガーズ対上石神井野球部さんとの練習試合です。翔平は4番サードで出場してます。両平はですね DH で出場しております。さあランナーがいて外野は長打ケアの深い位置におります。さあ相手ピッチャーは翔平 TV 視聴者の方で試合後に声をかけていただきました。そしてランナー一塁で変化球ボールでランナー盗塁セーフとなりましてランナー二塁となります。ナイスです。そして翔平のバッティング、はいこちら低めのストレートボールとなります。しっかり今回は見れております。はい甘い球が来たら打つという、はいこちらインコースのストレートなんですけどちょっと詰まってしまってレフトフライとなってしまいました。そして両平はですね肩痛を考慮して9番の DH ということで、はいこちらはファーストフライでアウトとなります。しっかり自分のスイングできたらいいですね。そしてこちらサードゴロ、翔平サードですね。はいこれギリギリねファーストの高橋さんのおかげでアウトになりました。はいさあもう一度守備機会がありました。こちらはい送球ワンバン投げました、アウトになりましたが、やっぱりね俺ね足が動かないのでしっかりこう足を動かしてやりたいです。ほらこれ足が動かない関係でねはい転ってしまってセーフとなってしまいました。やっぱね足を動かさないとダメですね。本当にすいません。でこちらはい走ってはいこれはアウトとなりましたが、やっぱこう走りながらねやっぱ手をついちゃうんですよね膝にね。はいそしてバッター高橋さんです。さあ高橋さんどうか、これはレフトが取れず、はいいつの間にかチェンジになってましたね。はいツーベースとなります。そして次のバッター翔平 TV、 さあ先ほどインコースがね詰まってましたんで、詰まらないように早めのバッティングで、外野はねすげえ下がってます。そしてお次の球は、はい、こちらカキーンとめちゃめちゃ下がってるレフトのはるか奥まで飛びました。はいこれでランナー二塁の、高橋さんは帰ってきました生還。翔平 TV はゆっくりねあの打球見せたせいでランナー二塁で止まりました。はいこれ球場なら入ってるんじゃないかっていうレベルでした。そして9番良平、はいこれサードゴロですかね。はいアウトとなります。そして翔平 TV がマウンドに上がります。今回は2回の、登板でした。はい久しぶりに投げたんでね肩の調子はすごい良かったです。でキャッチャーは、ほぼキャッチャー未経験の神田さん、ラガーズのキャプテンですね。はいやっていただきました。まず1球目、はいこちらはピッチャーゴロでアウトとなりましてワンアウト。はいで神田さんのキャッチングに注目。はい翔平スライダーがやっぱりねあの初めてバッテリー組んだんでやっぱ慣れないところもありますけど、まっすぐの方も多分これぐらいの球あまり受けてこなかったというか、まあ、キャッチャーやってこなかったのでやっぱりすぐにはマスターするのは厳しいかなと思います。結構グローブがね押され気味なんでね、このキャッチングはやっぱどうやったら上手くなるんですかね。その辺もコメントぜひとも欲しいですね。はいまっすぐも結構押されて、で今回ちょっと力入りすぎてあの高めに浮いちゃうんですよね。はいストライクとなります。そしてこちら真ん中の高めですかね、ファールボールとなります。そしてはいこちら変化球スライダーファールとなりまして、最後はい外の鬼スライダーで三振となります。結構粘ってもらったんですけどね。はいでお次のバッター変化球でまずはストライク、そしてお次の球は高めのまっすぐですね。ちょっとこうやっぱ抜けが早いですね、そこを修正したいですね。でこちら普通の高めのまっすぐで空振り三振となります。はいそして翔平の3打席目、ピッチャー変わりまして、初打席です。
さあチャンスで回ってきてます。4番翔平手で打てるか。外野は超下がってます。はい、これまさかのねお腹に当たるという、これね翔平がね痩せてればもしかしたら当たんなかったのかもしれないんでね。はい、で最終回のマウンドです。さあはい、ストライクとなります。神田さんもすごい必死にね頑張っておりました。はい、高めですね。いやこれ多分ね普通のインコースのボールなんですけど、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらフォアボールとなります。まあ、あの最終回って言いましたけど、あのこれ僕の投げる登板が最終ってことですね。はい、バッターバントの構え、バントです。もうこれはね迷いなく全部スライダーです。これは全スラです。はい、スライダーをバントしてもらいたいなっていうのがあったんで、ちょっと今横から投げて曲がる角度をね変えました。はい、これもスライダー、これはね多分全部バントのサインかなっていうところで真ん中に狙ったんですよね、スライダーを。これはい、でバスターを押してきてまさかのゲッツーでツーアウトとなります。そしてラストバッターがはい、まずまっすぐで押します。そしてお次もまっすぐで押しました。はい、粘ります。もうこれもね次もまっすぐです。まっすぐ、はい、ピッチャーゴロでアウトで無失点となりました。はい、無安打無失点。はい、これで終わります。チャンネル登録お願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのがカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。